この番組は足立区芸人安全漫才による1時間の公開生放送バラエティー、北千住シーウェーブのスタジオより全世界に向け生配信中。安全漫才の月曜10時の連絡帳。よいしょ。月曜10時の連絡帳、僕が、浅井企画安全漫才アラポンです。お願いします。そして浅井企画の作家のポンです。お願いします。お願いします。さあということで、先週に引き続きみやぞんはお休みということで、またなんですか、はい、これはやばいですね。今月で終わりって僕伝えたはずなんですけどね。この番組今月で終わりなんですけど、まさかの一人でずっと行くっていう。来週はどうなんですかね。そうですね、あの通常回は今日で最後ですから。来週はこの特別会なんで。なるほど。で今日はもうラストです。今日のラストにはもう間に合わず、間に合わずですね。で来週もどうなるか分からない、はい、分からないですね。なんなら来ないと思う。来ないと、はい、なんで僕が一人です来週は。分かりました。一人で来週は僕漫談やろうかな。それはそれちょっと見たい。うなぎの話しようかな。逆にうなぎで50分やれる。うなぎで50分もし創作落語みたいなやったら来ないですよ。ちょっとざわつくんですかね。うわ、あいつ50分うなぎで行ったぜみたいな。いや、ちょっと見たい噂になる。したいな、ちょっとやっぱもう一人でもなんかしなきゃいけないんで、そうだね、そろそろ本当にみやぞんが永遠に帰ってこなかった可能性もあるんで、そのことを考えて。そうなんですよ、もう一人でなんかやることも多くなっちゃって。そうだね、本当にあいつがいたのかなって思う時が。そうだね、僕も、はい、あれは本当にいたんだろうかっていう。最近なんかみやぞんと自分が似てるよっていう写真をアップしてる人がいて、うん、僕どっちがみやぞんかわかんない。特徴はなくて、ね、服も似せてきてて、あそんなありましたけどね。まあまあということで今回もね、もう2人で頑張っていきましょう。ラスト2回ですから、はいね、はい、だからでも一応やっぱりこのメールはまた欲しいん で、 あ、そうですね、メールはあの結構最近送ってもらっているん で、 で、ね、あの送られてきたやつは読ませていただくんで、ラストになってから本当にこのメールのね、うん、あの送られ方がすごい多くなってきたんで。そうでもちょっとマイナス体験が多いですよね。そうなんかいいですよね、これ見てる人は正直で。そう。で、そのマイナスのきついなとか、ね、言ってきたしね。正直な意見も僕もそれを却下せずに全部読ます。そうですね、全部読ます。はい。あの卑猥な言葉以外はもう全部ちゃんと読みますから。全部、はい。そこでリアルに芸人がへこむっていう。うん、はい。若干先週もちょっとオーストラリアのシノブが、若干空気感おかしくなりましたもん、ね。そうね。こんなシノブ見たことねえなと思ったんですけど。そうそう、普通の番組だったらこれは僕の段階で読まずに俺は置いとこうってするものを全部読ませますから。だから今日出てくる人はもう本当にガチなやつが、そうそう、ガチなダメ出しが来るね。はい、さあということで、コンさん、今月はもう今日と来週で、まあ、ラスト2回ということで、はい、こんな特別企画を、用意しました。はい、はい、ということで、ね、今まで連絡帳に携わってくれたもういろんな芸人さんがいますけど、はい、その人たちにですね、まあこの、ね、番組を盛り上げてくれてありがとうっていう意味を込めて、はい、こんな企画にしました。題して連絡帳アワード。やっぱりこれやらないとダメですよね。まあ、本当にいろんな芸人の人に出てもらって。何組出たんですか全部。いや分かんない、相当いるよね。で今日で73回目ですよね、うん、73回。そう、73回。2年半ぐらいですか。そう、あの毎月でやってた時も合わせると73回やってます。素晴らしいことですよ、はい、初めてかもしれない、僕は2年も続いたもの。あ、はい、僕サッカー大好きだったけど1年でやめてるの。監督があの僕のインステップしか褒めないんですよ。お前のインステップいいなって、あと全部ダメだっつってもこいつ合わねえなってやめちゃったんですけど、じゃあそれが最長記録だったんだけど、はい、この番組もかなりすごい感じですね。はい、さあということでこの、連絡帳、まあ、僕らだけではちょっとね力が、まあ、足りないというか盛り上げに欠ける部分もあるんで、この番組にもすごい携わってくれた、もうこの人がもうねザ連絡帳なんじゃねえかってい う、 う、ね、でもこの人は分かりやすすぎるから、うん、あえて、違う位置でお呼びしたということで、はい、ということで今日、断トツの出演回数を叩き出しました。この人をお呼びしましょう。オーストラリア杉淵くんです。どうぞ。ああ貫禄すごい。貫禄すごいよ。ありがとう。いやこちらこそありがとうございます。杉淵くん、はい、オーストラリア杉淵です。はい、やりましたよ。はい、さあということで杉淵くん、今日で、ね、コース何回ですか全部今日出たら。
杉渕君は先週も出たじゃないですか。先週までで、はい、マンスリーレギュラーを除いてもう10回出てるんですよ。10回もうダントツ。はい、まあ普通に見に来たのも1、2回ありますので、はい、だって2位ともうダブルスコア以上ついてますもんね。そうね、2位が5回とかだったら、いや本当だから、この僕の初めてのほぼ準レギュラー番組がこう終わってしまうっていうこの寂しさありますよ。本当に、はい、いやなんかこの今この連絡帳で一番思い出に残ってるシーンは何ですか、あります？一番思い出残ってるのは、うん、あの VS 嵐をもじって、うん、VS 厚志をやらせてもらったじゃないですか。はい、で、あのコロコロバイキングっていう VS 嵐にあるゲームを僕の体でやったじゃないですか。やってた。で、本当もスタジオ大爆笑で、あの転がすのがみたらし団子だったんですよ。うわっ、ね、こうゆっくりこうやってそう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 、で下に、ま、待ち受けてる人がこの番号の指示でこう食べるっていう、食べなきゃいけないんだよね、ここで。そうなんですよ、ここに書いてあったらここでみたらしを食べなきゃいけない。あ、それもやりましたね。それもやったね、はい、第2回でね。であれでも安全漫才さん2人ももう頭痛いって笑いすぎて、そうそうそう、で忍さんももう最高だって、コンさんもあ70何回やってパッと思いつくのあれだってなったんですけど、僕 の、 あの筆下ろしした女性がいるんですけど、僕が筆下ろしした女性がその女がめっちゃ批判してました。そうでしょ、その企画、あんな名企画を、はい、なんだそれ、めっちゃ盛り上がったじゃないですか。めっちゃ盛り上がってた。その次の週僕その筆下ろしした人にもう一回行こうと思って飲んだんですよ。なんでそれ、もう一回居酒屋みたいになってんじゃん。はい、そしたらなんかもうもうああいう自己満の企画やめた方がいいみたいな、オーストラリアの良さそういうのじゃないからみたいな、めっちゃ言われました。それが一番記憶に残ってます。はい、その人にじゃあ今日はちょっとね、今日はだからそうっすね、やりたいですよね。はい、まだでも相当もうね、もうダントツだから相当僕らも信頼してますから。ああ、よかったです。やっぱもう杉渕がいないと、もうこのね連絡帳はもう成り立ってなかったっていうぐらいですよね、コンさんね。本当そうです、ありがとうございます。で、第1回目だっけ、マンスリーレギュラーの第1回目がオーストラリアだったので、これがもうすごい記録ですよね。はい、手探りの中始まりましたね。そうだ、オーストラリアで基準を作ったんだから俺ら。そうですね、こんなもんかっていう、はい、こういう風にやれば後輩と俺らが仲良くなれるみたいな、はいはいはい、でも大概アンデさんから聞くのはその、いやあいつらやっぱまだ壁あったなっていろんなあの後輩のオーストラリア以降4組ぐらいはそんなに仲良くなくて、やっぱ壁あったんですよ。1ヶ月で取れなかった。あ、そうですね。だから、言えばよかったですね、第1回目の僕らが。うん、あ、そうだね、はい。安全漫才の連絡帳に何も意気込みはかけるなって。そうそうそう。見ながらそうね、硬くなってきちゃうから。肩張ってやる番組じゃないんで。それは、まあ、いい思い出ですね、コンさんね。初々しかった。僕は賞はないってことですよね、この。まあ、もう、だから、はい、もう賞よりもいいものが。ああ、よかったです。でもなんかやっぱ羨ましいですけどね、賞をもらえるのが、ね、はい、羨ましいですね。いやだ、もうあげる側のも人間や。そっか、まあ運営になっちゃった。まあ確かになんか審判、司会みたいになってますもん、今。ジャッジメントだから。そうですね。ウェイヨーとか言いそうですもんね、なんか。それちょっとわかんない。ごめん。はい。俺とコンさんそんな知識ないのよ。そうなんですか。フリースタイルダンジョンのあの、あ、まあ、そっち系の人が、いやそっち系じゃないです全然。タイガさん。タイガさん。タイガさん。いや、あのウージーさんっていう人なんですけど。あ、ウージーね。はい。あ、なるほど。友達ですか。ウージーね、いや、あの昔あの渋谷で、え？すげえ強い酒飲まされて、俺渋谷のアドバンスでめっちゃ入った覚えてがある。え、ウージーさんに。ウージーね。え、俺すごい言ってたよ渋谷の。あ、そうなんですか。そうそうそう。へえ。チョリースっつって、絶対にジャックダニエル持ってるんだよ。怖え。会うとそれをみんなに回すみたいな。へぇー、何回もやってもらうのはずね。ちょっとその話聞きたいんで、ゆっくり話しますね。違う番組になってる。あ、そっか。じゃあ、ということで、まあ、今日この3人でこの番組をやっていこうということで、はい、早速、連絡帳アワード各賞をどんどん発表したいと思います。まずはこちらの賞から、もういきなりですね。いきなりも、はい、いきますよ。コンさんがこうやってバタバタするんですね。はい、そうです、はい。ということで、まず最初の賞はこちら、はい、MVP 賞。わ、いきなり？いきなりですか？いきなりですよ。普通 MVP って最後に発表する、ね、はい、MVP。まあそういうノールールなとこもこの連絡帳の良さみたいなありますからね。ちなみにここに今日呼ばれてる芸人さんは、はい、自分たちが何の賞なのかわからないですから、ね、知らない。今ここで発表される。そうそう、今ノミネートされてる人は今客席側にみんな。そうですね。放送には映ってませんが、客席には今、は
はい、若手がいらっしゃるんでね。はい、MVP 賞っていうのはやっぱりこの番組を、うん、まあピンチの時に助けてくれたり、まあ、優しさとかも見えた、はい、後輩たち。いやだって結構な組数出てるわけですよね。出てます。でもその回は辛かったんですよ、すごい。いろいろなことがあって。さあ早速。すごい MVP はこれすごいな。紹介したいと思います。連絡帳 MVP 賞は誰だ？ビスケットです。おお。びっくりですけど、もうケントが MVP。 本当に嬉しい。いや、いろいろこうやって、いろいろ理由があるんですよね。そう、理由があるからこんな嬉しいんです。そうビスケットの回が、俺らがいなかった時がめちゃめちゃ多かった。多かったっすね。初登場でいなかったっすからね。なのに、この見てほら、いっぱいやってた。こう、ね、そうですね、僕らのこのマンスリーの。そう、だから俺らが不在なのに、はい、頑張ってくれたっていう。2回ぐらいいなかったんだよね。そうなんですよ。いなかったですね。でも髪が何回にも折れてる。まっすぐしないっていう。何かに貼るってできなかった。今度つくカバンだらしないの。あともう名作が生まれたんですよね。名作生まれたね。ネタ、あ、そうそう、だからこれどこですかね。ここあ、まず最初この2月15日に。要はここの週って特別な週で、はいはい、倍速で2週間分の番組を50分でやるっていう回だったんです。だから50分で25分、25分で2週分やったわけ、俺らがいないから。そうなんですよ。だからここの週回とここの回を同じ週にやってるんですよ。で、その前半でこのプロフィールに載せる特技を作ろうって言って、そこで永田くんが、はい、名作を、そうですね、僕が覚醒して、SM に目覚めるっていう。キッコー縛りじゃないっていう名言をみやぞんが助言したら、あれこのネタそれ面白いんじゃないって。ああ、そうっすね。そうそう、ね、面白くなって、はい、でそれをネタに形にして、うん、はい、作品として見たことあります。事務所ライブ、事務所ライブ出たんですよ。そうなんすよ。見ましたよ。あれはここで生まれたネタなんで。そう、アラポンさんめっちゃ滑ってました。マジかよ。滑ってました。ここであんなに受けてる。だってそもそもまず本編の事務所ライブじゃなく夕方のライブに出てたし、54、はい、54ライブ。嘘だろおい。でその54ライブで滑ってましたよ。そうね、それ以外ここを信じれなくなりましたね、ちょっと。それはもうあいつ宮園発信だからだよ。だって宮園が言い出したのに誰一人大人が止めなかったんだもん。なんかその時は、はい、いや、でも満場一致だったんですよね。満場一致だったもんね。いいんじゃないのそれ、レスキュー隊がこうやって来て助けてくださいって言って、はい、ヘリでやったら、キッコー縛りになって、キッコー縛りじゃないってずっと言ってるんですよ。もともとキッコー縛りの特技があって、そこにそれを救助 のネタとしてやったらうまくいくんじゃないかっていう、みやぞんのピンときた。よかったもんね。そうですよね。もう他かけてないの。ああ、でもそっからいろんなシリーズができて、あ、なるほど、キッコー縛りシリーズが、それこそ運命の赤い糸でキッコー縛りだったみたいな、さっきつながってるの。ああ、だからキッコー残しね。そう、とかキッコー残しで、いいじゃないですか、キッコー残し。だからちょっと周り界隈では SM 芸人って呼ばれ始めて。あ、いいじゃないですか。いいっすかね。でもできる、本当に SM が好きとかじゃないです。そのキッコー縛りだけができる。どちらかというと縛られたい側なんですよ。あ、なるほど。縛られたい願望。縛られたい願望がもう縛っちゃったんだ。そう、僕は縛る方なんだ。あれ、おかしいこと言いました。本当に SM に興味があるってこと。いやいや、まあ少しはあったかもしれないですね。はい。でも、その縛れる技術はなかったんですよ。で、ここで生まれたんですよ。そういうことか、これを機にみたいな感じで、はいはい、あとみやぞんの誕生日に何人来るかみたいな企画の時に全然会ってないんだよ、2回しか会ってないんだから。なのに来たの、2人とも。もちろん、もちろん。やっぱそれはすごいよ。杉口は絶対来なきゃダメじゃん、もうだって 100%、まあ、僕はバイト前に来ちゃいましたけど、あの時。そうだけど、それもすごいんだけど、やっぱ2回しか会ってないっていう。みんなはちゃんと4回、5回会ってんのに。いや、2回っていう。でもあの誕生日企画の時も、結局ビスケットと、あとペッパーボーイズと、あと真面目にマフィン、違う、まあ、マーチさん、マーチ、マーチ、マーチが、なんかライブの告知しに来てます。いやいやいや、ほんと悪いですよ、それは。ほんとこの人
た悪い、マジで。違う、たまたま。気づいてないだけですけど。気づいてないとかじゃない。だってたまたま、なんか告知しろよってね、安全さんの優しさでやった時に、あ、この3組出るんですけど。ぴったしだったな、そういえば。本当違うんですよ。たまたま。じゃこれちょっと考えましょう。せっかくの MVP ですよ。おかしいですよ。こんなったら、ちょっと選び直すといいんじゃないですか、これ。いや、おかしい。いや、他もあるんですよ、その他にも。このビスケットに緊急試練の時、この日あれなんですよ、事務所対抗戦出てたんですよ。そうだ。対抗戦の時に、対抗戦ってもう勝ちたいじゃないですか、相手に。うん、で、めっちゃ緊張してるのに、あの一緒にあの演者さんと写メ撮ってこいとか。そうそう、ポイントがね、ポイントがあって、それは覚えてますわ。だからこれも初ですよね、宿題システムは、うん、外でこの番組が始まってないところでやるのは初だよ。あ、初なんですか。初初、うん、でもいない時ですよね。このだから、そう、安全がいない時、この生放送に来る前にそのライブがあって、そのライブでその指令を実行してそのまま来るっていうことだよね。そうそう。え、でそのお題が他の芸人に知れ渡ってるっていうのはビスケットは知らないですか。そうなんですか。知らなくて、そうだから俺との対抗戦一緒だったんですけど、なんかやたらコンビニ行きますよ。うちは写真撮っていいですか。すごい来るから、俺は全然撮ってったんですけど、うん、その他の芸人はなんかビスケット頑張ってる。ちなみに杉口は何ポイントだったんですか。杉口が写真撮ったら。いや、誰がとかじゃなかったです。あの先輩後輩とか、そうそう、写真撮ったら何ポイントとか、一緒に飯行ったら何ポイントとか、スタジオに連れてきたら何ポイントとか、そうそう、連れてきたら何ポイントとか、で、打ち上げに出たらなんか5000円もらえるとかいう、なんかわけわかんねえポイントもあるんですよ。いや、ここの放送あるから行かねえだろ、打ち上げと思って。もうカオスだなと思って。ありえる。そんなありえる。でもなんか楽しい企画やってますよね。だから、もうそれを踏まえて MVP。ありがとうございます。楽しいです。30組って出てる。MVP には雑だな。あの素敵な商品があるんですよ。商品はあのここから1枚くじを引いてもらって、中にアルファベットが書いてあるんで、はい、そこのアルファベットの書いた袋をあげますんで、その袋の中にはこの番組に関連する商品が入ってます。これはあの1人ずつ。最後ですからね。じゃあもういいですか、これ開いて。D、いや形見ても分かんないじゃん。ここにパンを乗せてガツンとやるとここだけ残るの、この四角だけ。おお、はい、そう、これは第1回目の企画ですよね、多分。結構初期に。初期。あ、じゃあ歴史ある。まだマンスリーが始まる前の企画だから。おお、これで罰ゲームが食べるって言って、はい、ミヤゾンが罰になったんだけど、ミヤゾンがまさか食べないって言ったの。食べないって言って本当に食べなかった。え、なんでそれを見てた先輩が、お前あれねえぞってめっちゃキレて、その人がめっちゃ食ったの。優しい先輩。優しい話。その入りの、もうね、もうグッズですか。あ、グッズですか。よかったよかった。ちょっといらないっすね。家でメンチパック作ってってことよ。あ、なるほどなるほど。それはありがたいかもしれない、ね。実際作ったら楽しいかもしれない。楽しい楽しい。これだけだと確かにちょっとわかんないけど。そう、ダブルソフトでやっちゃうと、はい、すごい力。暑いから、ね、そうそう、8枚入りぐらいだとちょうどいい。え、パンスとか開いてる。パンスで行元がこれですか。ああ、元あるんですね。え、こっちもらえないですか、マジで。こっちちょっと、あの僕1個予備で欲しい。いや、嘘でしょ。中古のやつあげる。それぐらい。すごい、この使い方が書いてあるんですけど、これ見たらすごい楽しそうじゃない。楽しそう。いや、確かに。だから、シャメ、ね、シャメ取ってけよ。いやいや、なんだ、これくれないですか、だからこれ。この後でシャメ取ってください。それで、おめでとうございます。はい、どうぞ、どうぞ。そして、はい、D ですね。D。いやもうちょっとこれよくわかんないですけど。おめっちゃいいじゃん。これいいっすかね。いやいや、これなんかすごいから。なんかすごいっすか。あのオリジナルの食べ方いっぱいあるんだよ。ヤングのアレンジレシピ。まずいんじゃないか。これは先々週別の初め。ほらこれとかすごいじゃん。ペヤングの肉詰めとかだけど、ペヤングですらない。いいじゃんこれ。いいですか。もうちょもう一個紹介しよう。もう一個紹介します。おう、ペヤングの肉詰め。
このマグロの山かけペヤングとか絶対合わないでしょこれ。これ合わないでしょこれ。でもちゃんとこの人たちがやってこれはいけるって134番目に選ばれたんですよ。いや多いな。すげえ。そうだすごいっすね。こんな本あるんすね。最初の方はすごいよ。もう最初の方っすか。最初の方すごい。最初の方ちょいのせ。こんなのちょいのせ。もうだってこれまんまでしょ。最初の方はもうこれとかそうだもんね。スナック菓子、レシピ7 もう尽きてますね、アイデアが。確かに連絡帳って言ったらペヤングありますよね。マジですごいね、だからこれこの人これを作った人は前半伸び悩んだのに後半グンってきて後半の伸びすごいっすよ、ね、後半の伸びすごいんだよ、ほらクレソンと生ハムの塩ペヤングうまそううまそうですよ、作ってほしい、作ってほしい、作ってほしいですもんね、作ってほしい、だからそれが作って家で食べてってこと。うわ、なんかめっちゃ嬉しくなってきました。これはめっちゃいいよ。なんかめっちゃ嬉しくなってきました、はい、もう。まあ、ということで MVP はビスケット。おはようございます。じゃあ、お座り、はい、お座りで、はい、お待ちください。もうこんな感じで簡単と。カップは返してください。1個しかないです。1個しかないです。そうです。じゃあ、どんどん行こう。行きましょう。続いての賞を発表したいと思います。続いての賞は、シビ賞。シビ、ああ、あの、携帯のシリ。もうこれを番組見てる人はもう分かる、はい、あ全然知らない。シリショー、もう僕らはその子の名前をシリショー、その子の名前は僕らもう覚えてません。えシリーで覚えてる。あそんな人が今日いるんですか。いるんです。さあということでシリショーお呼びしましょう。シリショーはシリちゃんです。あもう名前分かんないかも。あー初めにマピンの知念君、真面目にマフィンの知念アマンです。正式にはお願いします。すごいですね。彼はすごいのがもうみやぞんが74回やって一番ハマった後輩です。いやありがたいっすこれ。だから、今ね海外にいるみやぞんにあの賞を何個かくれと言ったら、はい、一番最初に来たのがシリ賞。本当ですか。本当にシミ賞と同じぐらいの初めて来たよ。あの帰ってくるのが逆の仕方がね。シリ賞あ早いと思って。ありがたいですね。それぐらいもうすぐパンってきて、じゃあもうみやぞんさんと一緒に飯とかも行ってんだ。じゃあ放送終わって一回もないですね。一回もないです。それだけが好きっていう。あそう変わってっから、変わってっから一点張り、一点張り。特になんすかそのすごい。だって MVP 賞まだ隠れてるでしょ。これ答え出てるからね賞が。そうですね、もう隠しようがない。逆にそのみ何ハマったやつ見たいですよね。このシリーズ、ね、いつものいい。でも本当最近なんか僕ちなみにその時出たのが、はい、あのやさぐれやさぐれひねくれよ全員反抗期ひねくれよ、ひねくれることをみんなでするっていう企画の時に生まれた名作。例えば避けるチーズを避けずに食べるとか、ひねくれる行動をみんなで取ろうっていう。はい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 。じゃあ早速ひねくれてもらっていいですか。はい、そうですね、最近まだひねくれがちょっとあの時から続いてて、はい、なんか披露して、あすいませんちょっといいですか。ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとすみません、ちょっと思い出しちゃった、はい、すみません。ヘイシリグッドアフタヌーンって言ってます。なんでもねえよ。はい、わかりました。あ、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これです。ありがとうございます。これです。これです。これがもう、これがもうドツボらしいです。これを今多分これ見るんですよ、あいつ多分海外で。そう海外で。そう楽しみにしてこれを見た時は多分もうケラケラ笑ってると思います。え、ちなみになんかすごくアラコンさんとコンさんがハマってるんですかね。俺たちは正直ハマってはますハマってないです。ですよね。あもう自分も手応えないんで。もう一回もう一回ちょっとねキレが足りなかったのよ。なんかちょっとなんか携帯変えた。携帯変えたんすよ。だからだよ、ほら、シリのキレもなんかないんだよ。シリが流暢になっちゃったんですよ。そう。アップデートして。はい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 。もっと片言だったんですよね。ちょっともう一回、もう一回見ようか、もう一回。一回じゃちょっと判別できない。そうですね、なんか。ああ、そうですね、これ、そうですね、確かに。ちょっと、あ、すいません、もう一回いいですか、すいません。うん、もう一回言って。すいません。ヘイシリ。なんでもねえよ。わかりました。ありがとうございます。流暢なんだよ、ね、流暢なんですよね。さっきは平氏にグッドアフタヌーンだったのに、どうもです。すげえなんか雑になってきた。なんすかこれ。
なんかそう、前のなかったっすよね、こんなの。なんかちゃんとほんと、ね、すごい切れ味のいい漫才みたいになってたの。へぇー。パンパンパンみたいな。だって今全然違うからね。そうなんです、そうすね。もう前回も2回ぐらい失敗してたから。そうです、成功した時がなくて。あの切れ味がね、もう見れなくなってる。そうです。みやぞんさんだけハマったんですよね。いやいや、まあでも、まあまあでもそんな、ね、全70何回で1番ってすごいですね。ありがたいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた商品をお願いします。これ結構商品いいよ。普段だって自分で買わないものが多いから。そうですね、うん、はい、じゃあ A です。 A いいじゃないですか。 A、 はい、おい、はい、どうぞ。あ、ちょっと大きい、ちょっと大きいですよ。ありがとうございます。もうこっち、あ、ね、あ、もう取っちゃうんですね。取っちゃうんですね。余韻とかはもう使いますなんすかこれ。あー、来たー。なにこれ、これ名作じゃないですか、これも。あ、知らない、わかんない。これつい先週も話が出たんですけど。あ、なんかあったかもしれない、先週。やっぱ涙ちょっと気になるわ。何すかこれ。遊び方じゃない遊び方選手権ということで、例えば100均で、なんか本来のその目的とは違う目的で遊ぼうみたいな企画の時に誰かが持ってきたんですけど、そうそうそう、これなんか手の形になってて、はい、こうやってハエを捕まえるっていうね。ハエ、ハエとか蚊とかを捕まえるグッズなのよ。あ、本当は点数書いてる。そう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 、ここに点、ほら100点、50点、25点。そうそう、蚊が死んだところでポイントがつくってことですか。で、これをみんなでやりましょうって言った時に、はいはい、あの半分以上の人がこれを買ってきたの。めっちゃハマったんですよ。全かぶりでこれどうするんですかみんなパンパンやるだけで、しかもみんなこれに興味持っちゃった。みんなこれに興味、これ絶対いかないだろうな。そんな蚊も飛ばないでしょ。そうそうそう、ジャイアントジャイアンの時だった。これがね、結構やばかったんですよね、あの企画的には、ね、企画がやばかった。空気がもうマジっす、1個しか出てこないんだって。そうそう、いろいろ見たいのに。次の人もこれ、次の人もこれだって。確かにいろんなのが見たいのに。そうそうそう、途中3人目めちゃめちゃ焦ってましたもんね、うん、もう俺のペチンって音をシリに聞かせたら、なんか、あ、なんかあるかもしれない。はい、ちょっと行ってみます、うん、あ、いいですか、ちょっとすいません。いいよ、しょうがない、しょうがない。俺がやってって言ったんだ。ヘイシリ、ハロー、つけた。すいません、聞き取れませんでした。もう一回ですか、もう一回。今の、まあ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 、僕のミスは、そもそも見てないでしょ、この番組。そうですね。ヘイシリ、こんにちは。すみません、聞き取れませんでした。やっぱ無理みたいですね。まあまあ、そうなんですよ。俺が悪かった。すみません、これはでも。ありがとう、おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。でも、みやぞんさんももう、みやぞんさん海外からも大爆笑。いや、よく読んでくれたっていう。確かにね、宮本さんに届けばいいです。本当におめでとうございます。ありがとうございます。いや、すごいですよね。いきますよ。わ、すごい、こんな感じで、はい、もう MVP やっぱ最初じゃなかった方がいい。いや、その後にもいろんな賞がありますから。そっか、はい、ということで、次の賞を紹介したいと思います。次の賞は、いい声で賞。おー、これ分かりやすい、わかりやすいですね。いい声でしょう。いい声でね、もういろんなことを言ってくれた人がいるんですよ。言ってくれたんですね。もういろんなことをね。お、言ってくれた人がいますね。っていう、そんな素敵な声の持ち主を、はい、早速紹介したいと思います。はい。いい声でしょうは、グリオリオン、飯野くんです。よー。やった。聞かせてよ。聞かせてよ。ありがとうございます。いい声だ。いやー、なるほど。こんなショーもあるんですね。そんなショーも、いや、連絡帳でみんなが頭に浮かぶのはやっぱいい声のやつ。これは基本的にはあのネット番組だけど、大元はラジオだからね、本当は。え、あ、そうなんですか。そうそう、これ目的は、ね、ラジオなの最初。だからもういい声の人がいなきゃいけなかったの、この番組には。はいはいはい。そこでやっぱ井上君やっぱ一番いい声してたから。まあ、確かに僕自身もあまり、その回の内容は全く覚えてないですよ。印象に残った回はない。でも声を生かした企画も1個やってるんですよ。あ、本当ですか。
キーノの朗読クイズ、これ何の商品っていうクイズで、そう難しかったんだよこれ。いろんな商品の、例えば商品のこういうさっきみたいなこの後ろの注意書きみたいなのだけ読んで、はい、それが何の商品か当てる。当てる早押し。ああ面白そう。ちょっと一個やってみよう。ちょっと僕一個商品持ってる。ああ面白そう。じゃあこっちで当てよう。あいいの。じゃあいいの。歴代受賞者も。これいい声で読まれると本当にいつものワードわかんなくなるから。商品見ないで。商品見ないで。声だけ。はい、手挙げるんで分かったら、はいはい、お楽しそうこれ。この商品の個包装数は33個包装が目安です。重量で管理しているため個包装数は異なる場合があります。続きないんですか。はい。お、え、本当に？何？個包装、なんか個別に包んであるってことですかね。お、頭いいんだ、杉口。はい。何？ハッピーターン。正解は？正解です。おお、すげえ。すげえ。やべ、正解。一番やっちゃいけないやつだけど、すげえ。ほら、すごいハッピーターン。おお、すげえ。本当だ。すげえ、ね、ごめんなさい。いや、いいよ。原材料名読むとか、確かに。いや、だから、でもこれのどんどんヒントが出てくるんだよね。はい、パウダーキャッチ、製法とか言われたら、はい、あれっていう感じのヒントが。そうですね、それやりたかったっす。いや、思い出しましたわ。頭良すぎるんですけど。そうですね、今頭フル回転しましたね。食と頭がもう、キャッチしたら、はい、すごい IQ になるから。いや、でも、もうこのいい声でしょ、と、ね、いうことで。ありがとうございます。いやてありがとうございます。あ、やったやった。はい、じゃあ、はい、商品を差し上げますよ。逆にこれだけでいただいちゃうの。そうだそうだ。いいっすね。いい声の、いい声でいい。いいいただきました。いいのです。いいのです。いいだけにいい商品が入っている可能性がありますよ、これは。いいっすか、じゃあ。いいなぁ。大きいっすね。ヘヤング本みたいのも欲しいな、普通に。あーちゃん、やばいね。え、なんすかこれは。あー、いっぱいある。あーちゃん、あれ、やべ、名前が思い出せない。名前が思い出せない。え、なんすかこれ。僕わかります、名前。コウさん、この子の名前何でしたっけ。この子の名前はサリーちゃん。あー、サリーちゃん来たよ。あ、世界までついてる。なんすかこれ。エリーちゃんか、エリーちゃんか、エリーちゃん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 。これ知らないですか、皆さん。出た。あの、何、わかる。あ、僕、あの、これネタ道具で、これにキッコ縛りやってやってますね。これで練習してたんで、これで練習してたんで、はい、聞いて。このエリーちゃんはあのね、連絡帳のあの神会だったあのミヤゾン大喜利で使われた。あ、これはもう地獄でした、本当にやられた方は。本当に。あ、見た、 YouTube で見ました。すごかった。みんなが苦しんだエリーちゃんですよ。そう、これみんなに一人ずつ配って持たせて。どういう大喜利でしたっけ。なんだっけ、問題出して。次やってみる。なんだっけ、入って手挙げるときは、なんか理想のデートコースとか言わされて、なんかそれを腹話術人形みたいにして喋るっていう。なんか軽いお題なんかなんつったっけ、なんか言ってましたよね。なんつってたっけ、なんと。なんとかのかける、なんととく、その心はみたいなもんですね。で、手挙げるときに、はい、ってエリーちゃんに行かなきゃ。エリーちゃんで、はい、エリーちゃんで。じゃあ思いついた。どうする。やってみたい。あ、なんかあったかも。簡単な、なんだ、簡単なお料理みたいな。なんか、お酒に合う。あ、お酒に合う。あ、やってた。お酒に合う料理みたいな。これをエリちゃんが喋る。エリちゃんが答える。で、なんか、イカオクラみたいな。名作の。で、あと口が動いてすげえ怒られたんですよ。そうそうそう。一応腹話術だから。腹話術だから。いや、そのもう、エリちゃん。全種類、全員だ、全員。すごいよ。それ2人ぐらい紙飲みますから。おーよー、はい、予約付き。これもうあの一緒にあれですよね、新井農園さんと住んでるんですよね。あ、そうですね。芸人の新井農園さんと住んでるんで、はい、どっかになんか要所要所に隠しときましょう。ちょっと一人こっち向いてるな。僕の部屋からも一切入らない。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、ということで、大外れでしたね。楽しい賞もラスト2個に。早い。なんだ、何時間でもやってたいな。ね、うん、じゃあ次の賞。はい。
表したいと思います。はい、次の、賞は放浪者賞。放浪者賞、あ、放浪してる人。はい、この番組にはですね、番組とは関係ないのに、このスタジオ近辺を放浪してる人がいたんですよ。あ、もう僕は正直その会にいたんで、はい、今ピンときました。放浪者賞、はい、さあ、ということで、はい、放浪ものを発表したいと思います、はい、放浪者賞は平井くんです。楽しい、嬉しい、嬉しい、覚えられなかった、ごめん。いや、でも放浪者賞夢ありますね。俺この番組一回も出たことないんですよ。正式にね。はい、よかったよかった。副賞もらえるんですね、出てなくても。もらえるもらえる、やっぱイメージ、ね、強かったからね。はい、怖かった、本当に演者が全員本当に怖っ、引いちゃったからね、みんな。怖いよ、だってね、あれ外に出る企画でたまたま出たら、そう、なんか買い物競争みたいなのして、で、コンさんがなんか足立区っぽいものっていうお題をもらって、あの北千住の駅のところのファミリーマートでワンカップのお酒買って出たら、そこにいたのよ。それなんかそのパチンコしてて、あの終わったらアイス食って歩いてたんですよ。そしたらコンさんが変なこと歩いてて、おー平手くん、キキシャキキシャやつって、そのまま連れてきて、そうだから無事とかね、結構友達も出てるから、これ結構喜ぶかなと思って行ったら、なんかすげえ変な感じになっちゃう。超怖くて、はい、本当にこうやってワンカップで普段から行動してんだってみんなビクビクしちゃって、コンさんがこれ飲んできたらウケるからって、そのコンさんの仕込みかどうかもわかんないし、わかんない、怖っって、スタジオがそう、ホールさんがもうプロ不老者、ホール放浪者、ホール者、ありがとうございます。ああ思い出した、あすごい、これでもあもうやった、ありがとうございます。今でもおかしい、なんで最後だからね、いいですか、じゃあ商品は何かな、はい、最後、おお、 B、 B、 はい、こちらです。はい、何だこれは、実はアラポンに関係するものなんですけど、アラポンも覚えてないと思います、多分。覚えてない、俺この謎の黄色い手袋、何これ、キッチン手袋、これはめっちゃ初期にあのカーネリアのハタちゃんが来てコスプレをみんなにしようってなった時に、アラポンに魔人ブーのコスプレをしたんですよ。あ、はいはいはい、のグローブみたいなつけさせた、それを平井さんが持って帰るっていう。コスにも覚えてない、思い出がない、こん時俺顔にラメ塗られたんだもん、あブーピンチにしなきゃいけないって、めっちゃラメ入ってて違うものになっちゃったんだ俺。手袋のやってたわ、うわ懐かしい、まだに家にあるの、いいじゃん。え、これどっか、覚えてなかったよ。コンさんの家にあったいらないものを理由付けて配る会ですか、ね、誰か捨てるだけなんだ、いいじゃん、いいじゃん。お前だから土手とかでさ、魚取るとき、だけじゃん。いやいや、土手なんか行かない。放浪者だから。放浪者だから。から家も川沿いに住んでるじゃん。あ、そうなんですよ、僕ね。すごいな、ゴーストタウンみたいなとこ住んでるんですよ。いや、俺、同じ足立区民で足立区に住んでるのに、俺、あんな暗い街見たことないですよ。いや、本当に。空が赤いんですよね。いや、マジマジマジ。本当にもう悪のパワーで。本当に、もう生態が狂いまくってるんですよ。ドラクエの最後面みたいな雰囲気。本当にそう。見たことない魚とか、鳥とかがバタバタいるんですよ。すんごい暗いの、本当に。なんすか、それ怖い。今、真夏でしょ。俺の部屋っていうか、そのアパートの外に、外壁にセミ30匹ぐらい止まってるんだよ。入り口に避暑地へようこそとか。そう、ようこそ避暑地って、それぐらい空気感がもうファーッと、あ、もうじゃああの時のじゃあスタジオのリアクションは合ってたんですか、合ってなかった、その負のオーラを持ってきたわけだから、だって平井で本番直前にトイレ行くって正面でちびらしてるから、ね、ちょっとやばいなと思って、最後の方で良かったですね、受賞が乾きました、この時間で乾いて乾きました、めっちゃ正面の後つくんですよ、同い年で引くよ、はい、そんな正面まともにできないんですよ、そうですね、はい、怖いってよかった、こんなやつも賞もらえるんだね、いろいろやばいやつだよ、はい、あーすごい、ありがとうございます、さあ、楽しい賞もあっという間で、はい、次が最後になります、わー早い、あっという間ですね、はい、何時間でもこれね、聞けますけどね、聞けますよ、だからもう、はい、ということで、最後の賞はですね、はい、この番組でもやっぱり、いいもあれば悪いもある、あ、今までのは良かったやつ、そうです、はい、やっぱ悪いのもちゃんとね、僕らは認めなきゃいけないわけですよ、2年間もやって、全部が良かったわけじゃない、うん、ああ、そういうことか、ということで、はい、最後の賞はワースト記録賞です。ワースト記録賞、出てきたら、僕後頭部思いっきり飛んでみました、
まあ後頭部なんで最悪血出てもあの映らないんで大丈夫です。それぐらい本当に、はい、見えないところを痛めます。はい、あ、なんすか、何したんだこの人は。いやもうこの番組に何回か出たのにもかかわらず、はい、これ YouTube に上がるんですよ。そうですよね。番組が終わったら、はい、いつ見ても視聴回数が2回。本人も見てないからコンさんが毎回チェックして1回見るんです。あ、ミヤゾンが1回見る絶対。あ、その2回で止まってるっていう。どんどん怖くなってきますね今回。もっと言えばその人たちの回以降を謎の機材トラブルでそこのデータが全部落ちるっていう。だからその記録の前以降は全部なくなっちゃった。なんすか、もうやめましょう出すの。ということでワースト記録賞はアモーンです。どうぞ。やるぞ、楽しないよこらー。痛い殴るんかい今。いやいや知らないよ俺こんなこと言われても。ワースト記録ですよ。知りませんよこんな記録。私はこれ今最多ともう最高なやつと最低なやつが並んでるわけですよ。そうですね、今もそんなに強く叩いてないのに痛いって一言言って終わったし。楽すんだ。はい、もっと言っていいですか。アモンって皆さんピンですか。いやいや、コンビニね、コンビニね。田村どこ行ったんだよ田村。ちょっとあの昨日ね富士山行ってちょっと疲れちゃったらしくてね今日お休みしたいっつって。そうですか。これがワースト記録です。そうですね、はい、私は来ましたよ。私は来ただけでもこれ十分ありがたいと思う。いやいやいや2人ともダメだから、はい、そうか。そんな過去があったんですよね、その視聴回数やら。悪かったですよね、視聴。機材トラブルやら。あの機材トラブルもあの聞きましたし、視聴回数も悪かった。あなたがやった企画、妖怪クイズ。クソでした。え、どんな企画。妖怪クイズ。妖怪クイズ。問題出しますか、問題出しますか。たまにバラエティでやってくるんですよ。妖怪クイズ。そうですね、あの、ケツに目がある妖怪の絵を出されて、この妖怪の名前は何ですか。え、もう2人何だと思いますか。ケツに目があるんです。ケツに目がある。ケツ目ど。いやもうニアピン尻目、うん、それを永遠に出す、うん、正解っていうね。タコヤのこと、すぐ正解します。で最後田村さんがタロットで終わるっていう、うん、おー、グッズの流れでワースト記録です。ひどい回避がひどい。いやそんなことな。ということで、もうワースト記録ということなんでもう時間もそんなにないんで、はい、罰ゲームとして。ちょっと待って、罰ゲーム、はい、死んでください。いやいやいや、ペナルティが重いよ。めでてー。いやいや、めでたくないの。死ぬのはペナルティが重いでしょうよ。いや、だから、ちょっとこれ時間がないんで、もう一気に行っちゃいます。はい、一気に行く？どうする？救済装置取りますか？一応ギリ。わかった、じゃあ、エリーちゃん、はい、エリーちゃんでやります。エリーちゃんでやる。エリーちゃんですよ。それでもいいよ。エリーちゃんで、大喜利、うん、みんなで大喜利やって。できた。あのーね、あ、そう、それで、関口さんがみんなよりも一番いい回答をしたら、はい、罰ゲーム逃れる。ああ、大喜利で。あ、一人一体ありますか。はい、そうじゃ問題適当にしましょう。問題適当にしましょう。はい、じゃあこのコンビニの店員宇宙人だな。なぜわかった。可愛いですね。エリーちゃんでちゃんと答えてよ、ちゃんと。何でしたっけ、何て言うんでしたっけ。あ、エリーちゃんの言葉。はい。それだけ。とりあえずだって、あの、はい、関口さん以外は別に答えなくてもいいんですもんね。いい、だから分かりました、分かりましたぐらいしてここ。あ、そうなるほど。はい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 。もうそれはもう俺がもう数打つしかないもんね。エリーちゃん、エリーちゃん分かりました。はい。分かりましたって言わない。分かりました。はい、じゃあ、エリーちゃん。あとお題言ってくれないですか。お題。このコンビニの店員、宇宙人だな。なぜ分かった。ギョロメ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 。はい、どうぞ。このコンビニの店員宇宙人だな。なぜわかった。トリメ。もう一個目の資料あるから行ってみますか。もう一個、もう一個行きます。あ、確かに。はい、このコンビニの店員宇宙人だな。なぜわかった。キツネ目。罰ゲーム。ちょっと待ってくれよ、ちょっと待ってくれよ、ちょっと待ってくれよ、ちょっと待ってくれよ。罰ゲーム。自分から沼に入ってきました。
ちょっと待ってくれよ。トリメでやめとけばよかったな。トリメで何すんだい、何すんだい、今何出た、今口から何出た、今よだれ出た。お前口が緩くなってたらいよいよやばいって。下も口ももちってる。やばいよお前。止められ、シリが止められないんですよ。やばいよ。危ないやつだな。何するんですか。さあということで今回の罰ゲームはですね、連絡帳電話もいろんな罰ゲームがあったわけですよ。それを関口さんには全部やってもらいます。全部、この罰ゲームは本当に全部辛い。ちょっと待ってよ、ちょっと僕も何回かやったことあるやつがあります。待って、さあということで紹介しましょう。まずは、はい、こさん、ハッピーターンの上にアンハッピーな粉を乗せるアンハッピーターンっていう罰ゲームです。わさびの粉が、わさびです。粉わさび、粉わさびで200パーになってます。2個目はわー、来ました。のりジュース。のりジュース来ました。のりジュースってこれは辛い。体にはいいんですよ。体にはいい。これは辛い、はい、そして3つ目は花コーラ。コーラ、コーラ入れていきましょう。ストロングコーラ、コーラ、ね、これを強いやつだ。これ一個ずつやっていくの。だからアンハッピーをのりで流して最後花コーラで。いや久々に食らうね、これね。ハナコーラきついんだよな。久々に。だそう。あ、怖い。機材大丈夫かい？あのポカーっていく可能性ある。耳ツンでした。ちょっと久々に。鼻でしか。ツンは鼻でしか通用しない。いやこれすごいな。うわ。あ、これすごいのマジで。これあれだよ、これお前の地元のやつだよ。これお前の地元のやつですね。沖縄です。うわ、待ってくれよ、待ってくれって、待ってくれよ。うわ、急に、待ってくれって、やばいやばい、待ってよ、もう、頼むよ。これを、うちの親父、多くない？多くない？いやいや、これだって僕ら、多くないか？普通のコップでめっちゃいきますよ、だって、これ。ほんとに。いやいやいや、しかも入れすぎですって、入れすぎです、粉が、粉多い。これ、これ入れんの前にやるよ。これ入れるの誰？コウさんだっけ、これうまいの。いやいや、僕はもう。まだ時間なくなっちゃうよ。やべ、あと3分です。待って、待って。うわ、のりジュースちょっと。ちょっとこれ、もう入れるのがいないと入れないよ、これ。入れすぎです。そんなことある。いや、これむずいんだ、入れるの。やって、入れるのむずいの、本当に。あいつ、前より自分でやるから。じゃあ、これ持って、で、これを食べて、杉口がそれ全部入ったら、行こう。行くよ。杉口、行ける。入った。 OK、行きます。行くよ。じゃあ、罰ゲーム、よーい、スタート。うわされてますけど、あとしんちゃん、はい、しんちゃんもう何
ゃすごいんですよ。めっちゃ臭いです、こっち。感動するよ、ね、あの、はい、感動して。あの、ちょうどビスケットさんと、あの、先輩さんと僕らと。てめえらまたか、はい、お前らまたかライブやってるんで、ツイッターで告知しますので、ぜひ。来てください。ありがとうございます。いいのは、いいのは。明日。ことここないおい出てください。頑張ってる。なんだよそのペア。意外と頑張ってる。なるほどね、はい、はい、ということでありがとうございます。ということで皆さん